こんにちは。ニュージーランド在住のセイです。先日キャンピングカーショーというイベントに行ってきたので、その時いろいろと見学した車を紹介してみたいと思います。ではどうぞ。こちらにオフロード用のトレーラーがあります。ちょっとこちらも中を見てみましょう。結構中綺麗ですね。キッチンもこうなんか頑丈そうで質実剛健って感じのデザインですね。なんか秘密基地っぽくていいですね。そしてこちら側が、ベッドですね。ベッドプラス、シートもあります。で、ここにあるのがテーブルで、こういうふうに動くと。シートこっち側にもありますね。全部で3人腰掛けることができます。そして扇風機もあって、天井部分はポップアップ式になってますね。おかげで上がかなり広いです。こういう具合に、クリアランスもたっぷりですね。こちらの方には外付け式のトイレと、あとシャワーもついてますね。このシャワーとトイレがついてるので、セルフコンテインのトレーラーとして認められますね。このカラーリングと角張ったデザイン、かっこいいですね。では今回の動画は以上で終わりです。いかがでしたでしょうか。他の動画で別の車の紹介もしてますので、よろしかったらそちらも合わせてご覧ください。今後もニュージーランドからさまざまな情報を発信していきますので、興味のある方はよかったらチャンネル登録をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。